中村舞です。ありがとう。ライブの配信、みんな寝ちゃうよね。髪の結び方気どう？ツインテールしてます。今日はやってもらいました。6周年じゃないや、卒コンでやってた髪型です。ありがとう。ん？今日は早く寝れそうで嬉しい。早いから配信。僕の好きな最強ツインテール似合いすぎてキュンしする。なんで二つに結んだの。男たちは首だけ。ありがとう。まいちゃん早く寝なさい。母、お母さんがいるみたい。おい、お母さん、お母さんじゃないけど自称お母さん。風呂入ってない。入ってない、まだ。だから今日はちゃんとメイクした姿ですよ。いつもさ、すっぴんばっかりで配信しちゃってさ、これがメイクした姿です。かわいい。ハントありがとう。ありがとう。明日もある。あるよ。今日の面白いエピソード、今日はね、もういろいろあったんですよ。ちょっといろいろあったんですけど、いろいろあったのに言えないです。いろいろあったけど、また今度言います。タクシーの肉まんの話。え、なんかさ、そうだ、なんかココアさんとさ、タクシーに乗ったんですよ。で、そしたらココアさんと私とスタッフさんでタクシーに乗ったんですけど、スタッフさんが肉まん持ってて、そしたらなんかタクシーの運転手さんに、なんか肉まんどうぞって言って、そしたらにタクシーの運転手さんもいいんですかって言って、なんかもう本当にめっちゃ喜んで、でなんかその光景をね、あんまね、見たことがなくて、そしたらなんかタクシーの運転手さんがレジ袋みたいなの取り出してきて、で、それだ、この中にって、なんか直で肉まんをね、入れてくださいって言って、で、もう私はその光景をココアさんと後ろで見ながら大爆笑して、そんなことあるみたいな、で、なんかこんなことが起きたの初めてですみたいな、もう感謝ですって、タクシーの運転手さんが相当感謝して、で、そんななんかもらうこともあげることもあんまなくないみたいな、ほのぼのしましたよ。なくない？タクシーの運転手さん肉まん超平和だった。マイキューがいるとなんか、いや違うんよ、ココアさんがおるとなんか怒るんよ。なんかココアさんがおるとね、絶対おもろいこと起きる。食べながら運転、いや違う、そうじゃなくって、マジでレジ袋、本当にあのよくあるレジ袋に、なんか肉まんのこう外装を取り除いた、もう本当肉まん本体をそのまま自家入れこのそのまま自家入れしてくださいって感じで運転手さんが言って、でもポンって自家入れして、こんな肉まんあるんかって思うぐらい、ココアさんがあげ、うん、ココアさんがあげたわけじゃない。なんであげたの？いや、なんかにスタッフさんが肉まんを3個ぐらい持ってて、で、なんかいるいるみたいな言ってて、で、
そのテンションで運転手さんにも、この肉まんいりますかって言ったら、運転手さんがいいんですかって言ってすごいもう話がのノリノリになって、そんなことありますかって思いながら、びっくりじゃない。運転手さん待ってた。え、待ってたよ。だって運転手さん、いや今までこんなことありませんねとかって言って超ノリノリで袋取り出してきて、それではこちらにって言って、もうこのまま直接お願いしますって言って、直入れして、そのままいいんですかってスタッフさんもめっちゃ嬉しそうにもらってた。面白おもろすぎる。どこ、本当ありがとう。ミーティング申し込みました。楽しみ、来てね、待ってるよ。メイクしてると可愛さ増し増し。なんかさ、最近メイクしてない状態で配信してたから、そう、ちょっと今日はツインテールなんでね、スクショしといてください。じゃあちょっとここに編み込みもやってまーす。じゃーん。センスありがとう。ノーメイクじゃないよ。結構してありがとう。そこのツイン結構お気に入り。わけめ、あれにゃーん、見えた。大丈夫、うん、大丈夫大丈夫だよ。タンス見えた。稲妻稲妻の分け目。最近そのタンス見えがち。そう、横にある。あれしたい、衣替えっていうか部屋の家具の配置変えたいけど、もう無理や。模様替え？あ、もうそう、模様替えっていうか。ありがとう。もう広島なの？広島だよ。家具ドル目指す？すいません合同ライブ、合同ライブは11月20日にあるんですけど、中村的にはやばいって感じですフリ入れがある。
フリーレーして自分がやったことない曲とかもいっぱいあるので、そう、ポイントありがとう。そうなんよ、意見さ、多分めっちゃ新鮮やと思う。みんなよかったら来てね。11月20日横浜ゼップあります。皆さん来てください。夜なんですけど、SKE さんの曲でも、そう、 SKE さんとの合同ライブなので、どんな瀬戸りになるのでしょうか。対バンじゃなくて合同な、うん、合同です。なんで何ですか、 STUがやって、 SKE さんがやって、 STU がやって、 SKE さんがやってみたいな感じじゃなくって、マジ合同なんで、多分めっちゃ新鮮だと思います。そう、本当にごちゃごちゃ一緒にやるみたいな感じです。そう、なんか分かれてるわけじゃなくって、そう、どこルスだよ、そう、いや、そうなんよ。だからさ、 SKE さんと一緒にレッスンするときとか、そう、なんか、まあそんなに多くないと思うんですけど、ちょっと緊張しますね。首座ってないって言われた。見てください座ってます。うん、くるくるの寝顔見たな。そうだよ、今日ね、くるくるが帰るときに爆睡してて、めっちゃね、寝顔がね、本当に可愛くてね、マジで写真に撮ったんですけど、私だけのものです、見せません。マジで可愛い、くるくるの寝顔。あと最近は3期生の新井リアちゃんといっぱい話すようになりました。これはもう中村的進歩っていうことで、そう、私がもうめちゃくちゃ人見知りして全然話せなくってなんですけど、新井リアちゃんと最近話せるようになって嬉しいです。何きっかけ、いや、卒コンの時に話したからな。コンサートとかそういうステージきっかけですね。どんな話してるの。でも新井リアちゃん、リアちゃんは中学3年生なんですよ。なんで中学3年生だから、なんか学校行ってるのとか、そう、なんかマジでたわいもない話してます。でもなんかリアちゃん、最初一番最初に話しかけた時はめっちゃ固まってはぁってなってたんですけど、最近はそう話しかけてくれて、話しかけるっていうか、その一緒に話してたら、マイキューさんは〇〇なんですかみたいな感じですごい質問してくれて、そう、めっちゃ嬉しい。
10歳差？いや、9歳差かな。9歳差ですね。あとはひーちゃん、浜田響きちゃんもう今日よく話した。めちゃめちゃパリピ、パリピです。なんか3期生全体的にパリピだなってちょっと思うんですけどみんなパリピ。そうそう、あの僕隊公演、そうリアちゃんとか僕隊公演の練習してるのってどうって話とか。今度ね新公演が始まるのでね、研究生の子たちは、大変そう。君は今僕の太陽。じゃんじゃん。なんか教えるの？いやそんな教えるだなんて、そんなそんな。でも見に行きたいな。僕隊公演。広島とかであったら一回行きたいな。見に行きたいです。時間が、スケジュールが合えば。17日か。ちょっとね、11月はね、合同ライブまではちょっとねパンパンかもしんないですね。そうなんですよ。そうね、ちょっと厳しいかもしんないけど、そう、ちょっといろいろ一段落したら行きたいですね。ありがとう、初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。すごい、いっぱい初見さんがいるこんばんは、中村舞です。愛媛県出身です。ありがとう。ありがとう。なんか初見さんすごく多い。 STU に飛んだ流れてこういや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 流れてきた人ありがとう。中村舞です、いらっしゃいませ。飛んできたよって、多分分かってる、分かってるよ。だってなんかさ、なんかあるよね、ショールーム飛ぶ機能あるよね。なんかさ、うちのお母さんとかがさ、私のショールーム遅いからさ見てて、でショールーム終わって、そしたらお母さんの携帯、お母さん開いたまま寝てたりすんの、ショールーム開いたままもう寝落ちしてて、私の配信見ながら。そしたら別の人の配信めっちゃ流れてる時あって、そう、お母さんも飛ばされてるお母さんもいろんなところに飛んでるの。だから
わかるよ。となんかショールームなんかそうよね、そ飛ぶなんかあれがあるよね。ちょっと深夜だからそうなのよ。うちのお母さんも飛んでます。ありがとう。知らない人の声で起きる配信がね、飛んでてね。ありがとう初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。 STU48 です。ドラフトって何？なんかドラフト AKB48 グループのオーディションでドラフト会議っていうのがあって、もう野球と同じ感じで、まあなんか順位指名みたいな感じで、そうそう、なんか指名されて入るみたいな感じなんですけどね。そう、それで STU48 のから指名してもらって入りました。よく間違えられる。でも3期生、今3期 STU48 3期生までいるんで、私はドラフト3期生なんで同じ3期生かなみたいな。ドラさんの説明むずいよね。そうだよね、思うわ。しかも私ちょっと言葉が下手なのでね。1期と2期の間、そうそう、 1.5 期生って感じですね。まあ STU で言ったら、そう、愛媛県出身です。愛媛のあちらへん。結構高知寄りの方なんですけど、下の方。四国だと愛媛は、そうだね、四国の左上だね。まだ隠してるの？いや隠しとらんのよ、隠しとらんないんやけど、愛媛がこうあったらこの辺です。めっちゃありがとう。隠してありがとう。近くに海ある？私のね、地元は海も山もあるので。そうなんですよ、超あの自然に囲まれた地元です。川もあった、あった。もうさ、なんか川海川みたいな、そこ海兼川みたいな感じだった。ありがとう。え、なんていうんかね、河口、あ、河口っていうん、なんか迷惑かくない？いや今日さなんか睡眠時間が多分圧倒的に足りなくてさ、目がしばしばするんだよね。
来てありがとう。みーもありがとう。でも大丈夫だよ、元気だよ。目見せて。最近配信時間変えたんですか？いや、なんかいつも23時ぐらいに配信したんじゃけどね。なんかそうね、もう寝てしまいそうって時はね、これくらいに配信したり、あとはいつも寝落ちして見れないんですよって人もたまにいると思うので、まあこの時間にもできたらいいなと思ってます。すいませんね。ありがとう。今日ココアと一緒だった？ココアさん一緒だよ。最近ココアさんとよくね、 LINE のやり取りよくする。そうふふふ、勝手に仲良しだと思ってます。ありがとう、受験さん。みかん？めっちゃ。なんか、10個入りぐらいのみかんがこうネットに一束一束ってポンってなって、こうでかいこう網みたいな感じでこうあるんですけど、それを今年3個プレゼントしました。もうココアさんがなんか2日ぐらいで食べきるらしくて、みかんをマジで。そう、多分30個ぐらい。ココアさんマジでみかんの消費量すごいんで、本当にもうなんか2日ぐらいでなくなるんよみたいな言ってて、そうあげました。すごくない？2日間で食べきるの。なんか朝ごはんとかにも食べるんだって。でも嬉しい。手が黄色くなる、迷信だと思うんだけど、見て。本当に黄色くなるの？ちょけんさんありがとう。中村舞です。いつもありがとう。迷信じゃないの？見てください、この私の手を。今度ココアさんの手見て。わかった。わかった。マイキュー、タクシーで肉まん食べないの？食べないけどさ、今日わかったことはさ、タクシーの中で肉まんを食べてもいいタクシーの運転手さんもいるんだなっていうことが分かったんですよ。だってなんかタクシーの中ってあんま食事マナー的にどうなんだろうって思ってたんですけど、そのタクシーの運転手さんは肉まんを喜んでもらってたので、多分タクシーの運転手さんによっては肉まんを食べても大丈夫な運転手さんもいるんだなってちょっと思ったんですよね。
人によるよ。レア？レアの運転手さん食べた？いや私は食べてないよ。で運転手さんがもらってた。ありがとう証券さん。中村舞で。ね、肉まん。新幹線。今日は新幹線でやらかしました。またか。何した、どうした。ありがとう。またか言われるの。いやちょっとね、本当にありがとう。ニンニクか？ニンニクじゃない。なんかちょっと、私がやらかしたって言ってニンニクかって言われるの結構やばいんだけど。ニンニク？ニンニク、まあ、やらかしなのかな？ニンニクじゃないんですけど。ありがとう。ニンニクか寝過ごし。うわちょっとごめん。こぼした。よくわかったね。こぼした。こぼれた。こうしてありがとう。今ね、今よ、新幹線じゃないよ。何って。いやもうね、なんかうとうとしてたんですよ、新幹線に乗って。そう、ちょっとしてたんですよ。そしたらさ、起きたらさ、誰もいなくってさ、でさ、焦ってさ、周りのみんながいないからさ、マネージャーさんにすぐ電話してさ、そしたらさ、やっぱいないよねって言われて、へえ、ごめんねってなって、え、こっちこそごめんなさいってなってさ、でさ、なんか転校したらしいんだけどさ、中村って言ったらさ、はいって言った人がいたらしくてさ、中村魂だけ動いてるっぽくってさ、なんかさ、中村って言ったら入ってた人がいたんだって。だからなんか中村はいると思ったんだけどごめんねって言われて、で
いや、いません、ごめんなさい。すいません。なんかさ、今日不可解なこと起きたわ。自分で言ったんじゃない？いや違う違う、なんかみん今日みんなでねお仕事だったの、もうみんなでで、みんなでいっぱいいたからこう数えて少ないなってなったらしくて、で一人一人転校したんだって。でなんとかさん、なんとかさんで中村って言って、中村はいって言ったから中村はいるって思ったらしいんだけど、中村いなくってで電話して、そしたら中村みたいな、やっぱいないと思ったよってなって、魂だけ降りた。いやそうなのかな。すぐ合流で、あすぐ合流できた、大丈夫だったよ。そう、それは大丈夫だったんですけど、なんかめっちゃ不可解じゃない？すごい怖くない？顔見ずに転校。いや人数が多かった見解ね。いや私はこれは同じ村がつく人説だと思ったんですけど、それもちょっと違うっぽいんですよね。誰が返事したか怖いよね。中村、おきちゃん、ね、聞いたおきちゃんで思い出した。なんか昨日も夜おきちゃんから電話がかかってきて、マイキューみたいな感じでいつも電話かかってくる。マイキュー、マイキュー寝ないで、マイキューって言って、もう明日早いんやけんって、もう本当に寝ようみたいな、寝なさいって言って、だけどマイキューお願い寝ないで、つなげてて、私が寝るまでつなげてて、で電話がかかってきて、ずーっとそれで、でなんかもう喋んなくていいからとかって言いながらずっと喋り続けてきて、で静かにして早く寝なさいって言って、もうおきちゃんの寂しがり屋が出てますね。そう、しかも最近おきちゃんはなんか私がなんか言ったら、マイキューかわいいねってすごい言ってくるんですよ。なんか私のことを異様にかわいいって褒めてくるんですよね。マイキューかわいいね、かわいいよマイキューみたいな感じですっごい褒めてきて、おきちゃんどうしたん、わからん、なんかめちゃめちゃね、昨日もずっと電話をなかなか切らず、いやー切らないで、どうもありがとう。おきちゃんがさ今ねみたいな、布団に入っとるんよって、まえちゃんは何しとる、で私も今布団に入ってるよって、私もね今布団に入ってるんよ、もうね今ねもうすごい眠りにつきそうなんよ、目も閉じて、あもう眠りにつきそうで気持ちいいみたいな感じでもうずっとあそろそろ眠いみたいな、もういい感じみたいな、気持ちいい、もう寝そうみたいな
もうねずっとこんな感じ。なんかその眠いで寝る、眠った、眠る前のこの狭間がすごい気持ちいいらしい。寝るテンションじゃないよそれな、本当に。そのなんか寝落ちする前っていうか眠る前のなんかうとうとした感覚が好きらしい。だからそれをねすごい実況してくるんですよ。なんか、はあ、もう気持ちいい、もう寝そうみたいな。おもろい。おもろくない？超おもろいです。なんて答える？早寝なさいって。でもなんか喋んなくていいよって言いながらずっと喋りかけてくるから、早く寝なさいって、もう喋っちゃダメだからって、早く寝なさい、モーニングコールしてあげるからって言って結局切って寝たんよ結局はね。だってどっちが、どっちも寝落ちしたらどっちも電話つなぐことになるじゃん。いけもう、でモーニングコールしてあげるけって。こうしてありがとう。してあげたの。いやしたんですよ。そしたらモーニングコールしたんですけど、朝なんかおきちゃんはマジでなんか私寝てませんでしたよみたいな感じで電話に出るんですよ。だからこうプルルってかけるじゃないですか。でまあ出ないなと思ったらパッてプチって出て、そしたら、あ、もしもし、まいちゃん、あ、あ、なに、あ、わかった、あ、じゃねーみたいな感じで、本当になんか私寝てませんでしたけどみたいなテンションなんですよ、すごい。あ、なにえみたいな、もう本当にいやもうちょっと寝起き感出してやって思うけど、めっちゃなんか寝てませんで、今私起きてましたけどみたいなテンションで。起きちゃん寝起きめっちゃいいよ。そのそうそう、なんか、ね、まるで寝てなかったかのように起きれますいや結構好きだよねこの起きちゃんの寝てなかったみたいなテンション。マジで寝起き機嫌すごい、あの私悪いんですよ寝起き機嫌。でもそんなことなくって、めっちゃ寝起きよくって素晴らしい、すごい。だからさって起きる、起こされたら。すごいよね。朝方なんかな。いや起きちゃうわね、なんか、ね、寝起きいいよすごい。マイキューはどんな感じが。私は何無理、おやすみ、はいはい、こんな何、はいはい、寝起き悪いと思う、多分多分っていうかほぼ絶対めっちゃ悪いエピソードしか聞かん私。なんか涙出てくる眠いのに起きたら。だって眠いのに、私の体は寝たがってるのに起きるって、なんか涙が出てくる。なんで眠いのに起きないといけないんだろうみたいな気持ちになったら。
本日ありがとう。ショートスリーパー、いやもう超ロングロング、ベリーロングスリーパー。今も泣きそう。なんとか耐えてるよ。ショート期間終わった、いやショート期間だね、なんか私にしてはあんま寝てない期間ずっと。眠りは浅い、めっちゃなんか朝方起きちゃうから、ちょっとまだ明け方ぐらい。大丈夫だよ、超元気だよ。うん、ありがとう。一度マイキーを起こしてみたい。私嫌われるかもしれん私の寝起きに立ち会った人はみんな私のことをドンビーて嫌われ、叩き起こす、怖い、叩き起こさないで、叩かないで。なんかさ、おきちゃんがさ、まいちゃんには絶対に寝起きドッキリさえもしたくないってさ、すごい言ってるの。なんかまいちゃんに寝起きドッキリしたらもうガチギレされて怒られそうだから、絶対にまいちゃんにはなんか寝起きドッキリとかしたくないみたいな言っててそう、そう思われる、そう思われてるらしい。放送できん、いやそんなことないよ。だ寝起きで私怒る気力とかないもん。バタバタンキュー、ありがとう苦がとう、初見さん。お風呂これから、そうお風呂にねちゃんと入って寝るんだ、じゃないとね明日の自分がね悲しむからね、明日の自分がねお風呂入ってくれてありがとうってね感謝するからね、ちゃんとね明日の自分のために入ってあげんとね朝はねもうねしんどいからね入れないよ。朝時間ない、それなね、なんで朝って時間ないんやろうね、寝とるけんかギリギリまで。ずっとありがとうファイトも、お風呂で寝ることはないな、あんまないね。なんか中学生ぐらいの時にさお風呂でさ寝ちゃっててさ、まあ危ないじゃん普通に、
でさ、湯船で寝てて、私が長かったからさ、お父さんがさ、お風呂見に来てさ、ガチャって開けてさ、おいって言ってきたの。でさ、それが結構トラウマでさ、やっぱ物心ついた時にさ、お父さんにお風呂を覗かれるっていうのがすごいさ嫌でさ、トラウマになってさ、湯船では寝なくなったよ。いや嫌でしょ、普通に。普通に嫌だよ、思春期。そうだよ、お父さんは、まあ、良かれと思って起こしに来てくれたんですけど、覗いたはず、覗いたわけじゃないんですけど、やっぱなんかそう、ちょっとその思春期の時の気持ちが残ってるね。寝なくなった。教訓？湯船使ってる。お姉ちゃんがねいるからね、お姉ちゃん貯めるから、お風呂お姉ちゃん浸かるんだよね。だから自分あんま浸からないんですけど、一人だったらお姉ちゃんが貯めたら私もじゃあ入っとこうかなって。姉貴いるよ。姉ちゃん起きてるかな、わかんない。姉ちゃんも最近疲れてる。一緒に入らない？お姉ちゃん、なんかさ、めっちゃ急いでる時に入ったことあるんだけどさ、仲悪くなったんだよね。なんかお互い寝落ちして朝お風呂に入ったんですよ。でお互い朝同じ時間帯にちょうどお風呂がかぶって、そしたらさ、シャワーの取り合いになるわけですよ。で、早くして早くしてってめっちゃちょっとバチバチになったんですよ、お風呂で。でなんかお互い急いでるから早くしてみたいな、もう本当にやばくって、入ってないね、もうそっから。お互いやっぱ朝は忙しいから、もうそっから入ってない。お姉ちゃんとあんま入んないですね。ゆっくりしてたら一人で入るし、夜も。お姉ちゃんお風呂めっちゃ短いわけじゃないんだけどね。めっちゃありがとう。お二人の声ってすごい似てますよね、自覚あるの？なんかね、言われるよく。どうだろう、似てるかなぐらい。よく電話の声とか聞き間違えられる。喋り方が似てる。同じ愛媛出身やけんよ。ありがとう、初見さん。ご村舞です。なんかでも似てるっていう人と似てないっていう人いるわ。ありがとう。自分は自分の声が一番わかる。
声、自分の声なんか分からんよね、どんな声してるか。それは分かるわ。恋してありがとう。父キューと声似てる？お父さんと？似てないと思うんだけど。お父さんだって、お父さんだし。お父さんとは声似てることはあんまないと思うんだけど。お父さんと娘だし。もうちょっと低いと思う、声。うちのお父さんなんていうかな、しもたーってよく言って、あとはしもたってなんかしまったみたいな、しもた、あとは何言ってるかな、うちのお父さん最近よくライブ招待してますよ。あの卒コンも昼も夜も来てくれてたんですよ、実は。なんかさ、お姉ちゃんとお母さんとお父さん来てくれてたんだけどさ、あのさ、なんか私推しの人が3人並んでるって思ったの。あのピンクのペン、ピンクとオレンジのペンライトをこう持った人が 1,2,3 人でちょうど横並びに3人いて、うわっ、あそこ私推しが固まってると思って見たら、お父さんとお母さんとお姉ちゃんがこうやって3人並んでてうわっ、家族がかくみたいな、家族か3人みんな同じペンライト持ってこうやってそう、ちゃんと持ってたペンライト、みんなオレンジピンク綺麗に、なんかさ3人連続で並んでたらすごいなんか目立ったの、オレンジピンクが。じゃ、ちゃんと持ってくれてたよ。でもお母さん曰くね、うちのお父さんはペンライトをなかなか触れないらしい、上手になんか乗れないみたいな言ってた。ペンライト振るのが苦手らしい。わかる、俺も同じ人がいる。ヘタレ、私ね、ヘタレが始まった瞬間にみんながペンライトカチカチ変えてるの大好き。チッチッドルルンワー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 カチ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 、あの瞬間めっちゃ好き。みんなが緑にカチカチカチ、さあヘタレとチカチカチ頑張れ、もうイントロぐらいでみんな緑になってる、あれ大好きだよ。みんな緑って知ってて恥ずかしいって、いや見てるよ、みんなあのイントロでドゥンドゥンドゥルルボーが始まった瞬間にみんな緑にカチカチカチイントロ見たことない、あ最初のところ見たことない人いっぱいいる、みんなね緑に変えてるからいやすごいよ、みんなねめっちゃ反応早いもん、本当に嬉しい。でも思ったけど会場めっちゃ緑だったから結構浸透してるんだなって思いました。ヘタレタジオの緑のペンライト、マイキューヘタレのセリフ何回くらい、私四国は
ヘタレのセリフよく言うんですけど、16人の時はあんまないな、 2,3 回ぐらいしかない。四国はよく言ってるよ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくていい。2番のセリフ、必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ僕も適当に。このね、ココアさんがやるよ僕も適当にって言うんですけど、その適当にの後にいつもココアさんになんか返してるんですよあのココアさんにマイク通さずになんとかなんとかって言って、いつも気になってるそういつも言ってる。なんか言ってる、知ってた？それなは、あの必死なのってさ、なんかかっこ悪くないって言ったら、ココアさんがそれなーって言うんですよ。だいたいマイク通さずにそれなーって言って、でその後に、まあ、ひなさんのセリフがあって、ココアさんがやれよ僕も適当にって言ったら、その時にココアの好きなようにしていいよとか適当でいいよ全部なんか言って引っ張ってるココアの好きなようにしな、連れて行く瞬間マイク通してない。なんて言ってるのか気になってた？いつもそこね、そうめっちゃココアさんに言ってる。そう、でもなんかセリフを変えて、そういうちっちゃいところうん席大丈夫か？大丈夫よ。なんか最近さ、鼻なんか花粉なんかな、分からん。なんかこの辺よくない、いやもう年中よくないんやけどさ、この辺誰か取り替えてください年中行ってるよね。22時50分そうなの、結構ずっと話してたわ。なんか今日ずっとペラペラ喋ってんね。ありがとう。呼び出す？呼び出すよ。今日の呼び出し一人いる。今呼び出そうかな、じゃあ。めっちゃずっと寝そうだけど話してる。呼び出していい？じゃあ、はい。アルフォートさん、ありがとうございます。じゃあめっちゃかわいいタワーもらったんで、これいい、かわいい、ありがとうアルフォート、いつも可愛くて本当大好きです。本当に最後の教えです。ありがとう、かわいいアルフォート、ありがとうございます。じゃあちょっとツインテールにしてます。めっちゃかわいい、ありがとう、ラビュー。ありがとう。
お風呂に入るって。いやーそうだね、終わろうか、もうやばい、歌いたいけど喉がもうガラガラなんだよ、なんかちょっとしんみりしてるありがとう。じゃあ終わるわ。誕生日はやりんごさん、ふくちゃんまるさん、まささん、くまねパパさん、ふくたろさん、おっさんずさむさん、なんばなひさとさん、おつかれさん、みやびさん、ゆずきちさん、ふっちゃんさん、きのぺこさん、たけなおさん、ありがとうございます。いやーみんなさん、みんなで見てくれてありがとうです。ありがとう、良い、はい、夢を見てください。また明日会いましょう。見てくれてありがとう。おやすみ。Love you. 結婚してもありがとう。ハートもありがとう。チューもありがとう。おやすみ。またね。